次に広田はじめ君。広田君。立国者の広田はじめでございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。まず私も工藤委員同様に災害対策についてお伺いをいたします。具体的には鉄道用地外からの災害対応についてであります。一昨年7月に発生し、甚大な被害をもたらしました西日本豪雨からあと2ヶ月で早2年が経とうといたしております。言うまでもなく今年ももう間もなく梅雨の時期になります。台風シーズンも来ます。今年もまた倒木や土砂の流入などによる線路の遮断が頻発化することが予想されるわけであります。昨日の朝も鹿児島の指宿で電車と倒木が衝突をしてですね、3000人の方々の足に影響が出た、こういった事例もすでに発生をしているわけでございます。西日本豪雨の時には公共交通機関にも甚大な被害が発生しました。その際被災した鉄道が早期に復旧することの障害課題になったのが、鉄道事業者が管理していない隣接斜面から土砂や倒木が流入し、それらを撤去などしようとした際、近隣住民の皆様から理解が得られない場合がございました。山陽本線の事例がその典型例であります。重機を使えば短期間でできる復旧作業にもかかわらず、地権者の土地を迂回して酷暑の中作業員の皆さんが手作業で行った事例でございました。結果として復旧に時間を要してしまった、運転再開が遅れてしまった、さらには現場の作業員の皆さんには過重な負担を強いることになったわけであります。こういったことを踏まえまして、この国土交通委員会の質疑では、国土交通省としては当時は道路法の規定などを参考にして鉄道においてどのような対応が可能か専門の検討チーム、これを作って鋭意検討をしていく旨の答弁がございました。あの答弁から1年半が経ちましたが、遺憾なことながら未だに結論が出ておりません。またこの間、鉄道用地外からの災害対応検討会を立ち上げて4回にわたり精力的に議論をしている、こういったことも象徴しているわけでございます。しかし昨年末には当初は一定の結論を得るとしていたわけでありますけれども、それもかなわず今日に至っております。無論他社の私権のですね、権利の関係などで法的な整理もしていかなければならない、こういったことも理解をするわけでございますけれども、さはさりながらそのような課題がありつつも災害は待ってくれないわけであります。よって、鉄道用地外からの立ち入りや一時使用のあり方、倒木、そして土砂の流入、盛り土や斜面崩壊対策はまさしく喫緊の課題であります。日々災害に直面する中で、事業者の皆さん、現場の皆さんからは本当に一日も早く法改正をしてほしい、そういった声が上がっているわけであります。法的な根拠があるからこそ災害が発生したときに迅速に対応することができると同時に、災害の未然防止、こういったことにも取り組めるわけであります。国土交通省も事柄の重要性に鑑みて、なるべく早く、そしてしっかり取り組む、そういう答弁をされておりました。その上でまずお伺いしますけれども、これほどまでにこの問題についての結論、すなわち検討結果を出すのになぜ時間がかかっているのか、その理由をお伺いをするとともに、合わせて今やっている検討会では具体的に法改正についてどのような整理をされているのか、そしてコロナの影響がありますけれども、いつまでに提言をまとめるつもりなのか、この点について水島鉄道局長にお伺いいたします。水島鉄道局長。お答えを申し上げます。委員ご指摘のとおり、平成30年7月豪雨や昨年の令和元年の東日本台風などによります豪雨災害では、鉄道事業者が管理をしていない斜面から土砂が流入するなどの災害が発生しているところでございます。
このような状況を受けまして、またこの委員会でも、広田委員からもさまざまなご指導、ご意見賜りまして、そういった経緯を踏まえて、昨年10月より鉄道局において、外部の有識者などからなる鉄道用地外からの災害対応検討会を立ち上げまして、議論を重ねてきたところでございます。具体的にどういう議論をして時間がかかっているかということでございますけれども、まず鉄道事業者が行っております事前防災の取り組みや、管理していない土地からの災害についての実態を把握するとともにですね、鉱物であります道路事業や民間事業でございます電気通信事業など、他の事業制度などを参考にしながら、鉄道においてはどのような方策が考えられるのかについて検討を進めているところでございまして、実際の対策と制度上の問題と双方について議論を進めているところでございます。で、一方で細かく見てまいりますと、鉄道は道路とは異なり、歴史的に民間の事業者が保有する施設ということになっておりまして、道路とは異なって鉱物ではないといった点でございますとか、また電気通信の設備は同じく民間事業者が持っておるんでございますけれども、これらの施設につきましてはサービスの供給義務が課されておるといった点が鉄道事業の施設とは違うと、法的な位置づけも微妙に異なっているということなどがございまして、検討にあたりましては、そのような観点からも議論を行ってきたところでございます。国土交通省といたしましては、このような道路事業や、あるいは電気通信事業における制度も参考にしながら、鉄道においてどのような方策が可能なのかについて、引き続き検討を進めて、早期に結論を得たいと考えております。なお、言わずもがなでございますけれども、これは制度の検討ということでございまして、さらに実際に今、委員がおっしゃいましたような、さまざまな復旧を早めるための工夫については、これはまた同時、並行的にやっておるところでございまして、他の公共事業と事業間の連携を深めることによって、復旧時期を少しでも早くするといった取り組みは、この1年半の間にも実際進めているところでございます。広田君。はい、はい、今、検討状況の概要について、ご答弁があったわけでございますけれども、もちろん実態把握をしていくということは非常に重要な観点でございます。これもやはり、実質、省内にも検討チーム立ち上げておりましたから、この実態把握というのは、私はもう十分になされているのではないかなと、このように理解をするところでございます。そういった中で、今、水島局長の方からのご答弁の中でですね、鉄道については道路のような鉱物ではないというふうなご指摘がございました。当初は道路法を順用して参考にしてですね、法改正について検討していきたいというふうなことだったというふうに私は理解をしているところでございますけれども、やはりその鉱物ではないというふうな理解だそうですけれども、そうだするとですね、まずやはりこの鉄道の公共性、この社会的使命、これについてやっぱりどう考えているのかというのは非常に重要なポイントになってくるんだろうと思いますが、この点についてどういった認識でしょうか。水島局長。お答えを申し上げます。鉄道の事前に災害を防ぐための事前の措置でございますとか、あるいは災害が発生した後早期に復旧を進めるために制度上どういった手当が必要かということと、またその制度改正を伴わなくてもどういったことが可能かということの検討を進めておるわけでございます。で、法制度論ということになりますと、法律上鉄道施設がどのような位置づけを受けているのかといった点を十分に踏まえる必要がございます。で、実は道路法や電気や通信にかかる制度以外にも、その災害の防止や復旧に関するさまざまな制度がございます。例えば民法では、事前にその臨時からの災害が発生することを防ぐために、一定の請求権を認めるような規定もございますし、あるいは災害対策基本法では、
市町村長に一定の権限を認めているような事例もございます。そういった事例が鉄道の場合に適用できるのかどうかとか、適用事例があるのかとか、そういった勉強もしております。でルール時間がかかっておるのはそういった面もあるわけでございますけれども、で法律上の議論となると鉄道の施設が法律上どのような性格を有しているかということを、まあ、厳密に精査をして立法論制度論を考えていく必要があるということでございます。社会的に鉄道が持っている公共性でございますとか、そういったものは広く認知されているということだと私も思っておりますけれども、法律上の位置づけということに関しては精査した議論が必要ではないかということでございます。委員長、広田君。はい、まあ、一定社会的にはその鉄道の公共性というふうなものについては認められていると思いますけど、けど、まあ、三島局長はやっぱり鉄道局長としてはですね、やっぱり法的にも道路と並ぶぐらいのですね、鉄道には公共性があるんだと、まあ、そういった位置づけで私は法改正に臨むべきではないかなというふうに思っております。この点検討会ではですね、この鉄道の公共性について、まあ、道路との比較でどういったような議論がなされているんでしょうか。水島局長。お答えを申し上げます。法律論としては先ほど私が申し上げたとおりでございますけれども、鉄道が果たしている社会的な役割でございますとか、社会的な意義でございますとか、あるいは国民の皆さんにとっての受け止められ方という意味では道路と同じような公共性を有しているのではないかといったようなご意見も検討会のメンバーの先生方からはいただいているところでございます。広田君。はい、まあ、もちろんその切り分けは大事でありますけれども、その基盤となるですね、この公共性の認識というのは非常に重要になってくるんだろうというふうに思うわけであります。まあ、そういった中で、まあ、ご紹介のあったその鉄道用地外からの災害対応検討会、これ今の提言書をまとめられているというふうなことでありますけれども、まあ、これに関してまあ若干まあお伺いをしたいと思うんですが、さまざま先ほどですね、法令等を出されて、その法令等との比較検討をまあしっかりやっていかなければならない、よって時間がかかっているというふうなことでありますけれども、まあ、そういったことも含めてですね、1年半かけてやってこられたんだろうというふうに思うわけでございます。まあ、そういう意味では私はもう論点についてはですね、まあ、ほぼ出尽くしている、まあ、こういうふうに理解をした上で質問したいと思うんですけれども、まずですね、まあ、鉄道用地外の立ち入り、まあ、あと一時使用ですね、また樹木の伐採や移植、また土砂の処分、まあ、こういったところが、まあ、おそらく論点になっているんだろうというふうに思いますけれども、これらのことについてですね、どういった法整備をすべきというふうに鉄道局としては考えているんでしょうか。水島局長。繰り返しお答え申し上げます。繰り返しのお答えになってしまうかもしれませんが、まず鉄道に関するその災害復旧に関して、あるいは事前の防災に関してどういった対応が取りうるのかという、その制度によらない可能性の議論と、あとは制度論と両方をやっておるということでございます。で、その法制度論の改正にあたりましては、先ほど来申し上げておりますように、道路や電気通信事業の事例などを参考にすると申し上げている意味は、これは土地の立ち入りでございますとか、そういったことにつきまして、現在の制度では鉄道の場合土地の所有者に対して許可をいただかないと私権の侵害になってしまうということでございますので、そのような手続きを踏んでいるわけでございますけれども、中には先ほど委員もご紹介されましたが、地権者のご了解をいただけないことからその土地を使うことができないといったようなことで復旧等に手間取る事例があるんではないかという問題意識でございます。で、この場合道路や他の事業に要する施設については、相手の地権者の同意がなくてもその土地の一時使用などが認められる制度があるということでございまして、現在鉄道にはそのような制度はないわけでございますが、鉄道についてそういった法制度の整備をすることが可能であるかどうかといった問題意識から議論をしておるということでございます。広田君。はい、まあ、ですので、三島局長、その問題意識、論点がですね、2年前に発生したので、1年半前からですね、このことを比較検討してですね、
論点整理をしてきたんです。で、今のですね、ご答弁を本当に1年半前に聞けばですね、まあ、これから鋭意努力してですね、頑張ってくださいと、よろしくお願いしますというふうに納得するわけなんですが、それから1年半経って、一体検討会も立ち上げてですね、どのような論点整理をしているんですか、そして何が一体障害になっているんですか、もう私は障害はないんじゃないかなというふうに考えているわけでございます。ですから、その検討会において、立ち入り一時使用においてですね、どういった方向性を持って、検討会がいるのか、また鉄道局は認識をしているのか、まあ、このことについてはですね、もう1年半以上も検討しているわけですから、実質はですね、私はもう明確な方向性を持ってしかるべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。水島局長。お答えを申し上げます。委員ご承知であるかもしれません。まあ、万が一誤解を生じといけませんので、繰り返しをさせていただきますが、この鉄道用地外からの災害対応検討会という形で、立ち上げて、議論を開始させていただいたのは、令和元年、昨年の10月からでございます。これは先ほど来申し上げておりますように、実際現場で何をするのかということで言いますと、その土木でございますとか、あるいは森林でございますとか、そういった専門家の方々に加わっていただく必要もございますし、また法制度論としてどういう立法政策があり得るかということについては、法律の専門家の方にも入っていただく必要があるということで、人選をいたしまして、委員会を立ち上げたのが昨年10月からということでございます。で、その昨年10月から4回精力的に委員の先生方にはご議論を賜っているということでございます。3月以降は、まあ、コロナの問題もありまして、直接コミュニケーションをちょっと取りにくい状況もあろうかと思いますが、委員の先生方には大変精力的にご議論を賜っておるということだと思っております。先ほど来何をぐずぐずしているんだというご指導をいただいているというふうに思っておりますが、私どもこちらの検討会では議論は着実に深めてきておるというふうに思いますので、早期にこの検討会としての報告書を取りまとめていただいて、この世間討会でご議論いただいたことについては、ちゃんと世間に発表させていただくような、そういったことを早急にやらせていただきたいというふうに思っているところでございます。広田君。はい、まあ早期にがいつなのかということは、ちょっとまた後で お伺いしたいと思うんですけれども、今お聞きしているのはですね、確かに検討会が立ち上がったのは、まあ、昨年の10月からで、まあ、本当だったら年内に結論を得るとしていたところがですね、まあ今年の2月を最後に、まあ、コロナの影響等もあって、まだ開催されていない、で各委員の皆さん、非常にまあ精力的にですね、議論をしているというところも認識をしております。ただ、ちょっとあまりにも情報が出てないのでですね、具体的にどういった議論がなされているのかわからないわけでございます。まあ、事務所を通じて、その資料もお願いしたんですけれども、それはなかなかできないというふうなことでもございました。まあ、それは一定理解をします。ただ、先ほどのですね、まあ、法制度について議論をしているということについて申し上げればですね、私はまあ実態としては、もう論点整理はもうできているというふうにまあ理解をしております。それが半年だろうが、実際は省内において専門の検討チームを立ち上げているわけですから、そこはもう整理をしているんだろうと思うわけでございます。そうなってくると、じゃあ、今問題になっているですね、紹介した立ち入りの一時使用であるとか、そして先ほども事例を紹介したですね、倒木によるですね、関係、これを伐採したり、移植したりするのはどうするのか、あと土砂の流入、これどうしていくのか、それぞれ3つですね、どういうふうな法的なアプローチをしていかなければならないのかという課題があるんだろうというふうに考えます。だからそれぞれの到達度が、熟度というものがあるのを踏まえた上でですね、差はされながら、もう検討会でも半年、そして省内の検討チームで1年半、議論しているわけでありますから、これについてですね、どういうふうな方向性があるのかというのは、それぞれやっぱり具体的にですね、私は示す責任があるんじゃないか、そういう観点からお聞きしておりますので、まあ、明確なご答弁をよろしくお願いします。水島局長。
お答えを申し上げます。私どもの情報の、開示の仕方と申しますか、検討会の議論の経緯について、ちゃんとしたご説明を十分にできていなかったということであれば、その点は素直に反省をさせていただきたいというふうに思います。先ほど来の繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、法制度をどのようにして、新たにその整備をしていくことが必要かといった議論と、実態上、その事前災害の防止、あるいは事後の復旧の回復の早期化、これをそれぞれどういうふうにやっていくかということを議論してきたことでございます。で、この検討会としては、当然その問題意識として、法制度論が、先ほど申し上げたような道路や電気通信事業並びの制度論があれば、鉄道にとっては、事前防災も事後の災害復旧も早期にやりやすいということであるわけでございますが、一方でそのような制度を導入する場合には、当然、林地の所有者にとっては、私権の制限ということになるわけでございます。この私権の制限は、これはこれで憲法の財産権との関係で、法制度論としては慎重な議論を要する問題でございます。で、そういった事柄につきましては、既存の現在の法制度は、やはり鉄道と道路、鉄道とサービス供給義務が義務付けられている電気通信事業とは違いあるということを前提に、今のような制度になっているというふうに思われるもんですから、その現在の違いを乗り越えて、鉄道に同じような制度を設けるということについては、立法政策としてきっちりとその私権の制限を行うに至る必要性その他が説明できるようなことが必要になってくるんだろうと思われる次第でございます。この検討会による専門家の方々の議論と、またそれを現実の立法過程において、法案として提出をして、この委員会なりで審議をお願いすることになるのかということについては、当然また行政としての判断が入ってくるんだろうというふうに思われるわけでございますが、この検討会のご議論の内容については、時間をかけずに早期に取りまとめした上で発表させていただきたいというふうに考えているところでございます。広田君。局長、その局長のご答弁のですね、大前提は私も理解をしているところで、ございます。まさしく今三島局長の言った問題意識からですね、繰り返しになりますけれども、1年半前に省内に検討チームを作って、そして昨年の10月から有識者の検討会も立ち上げているわけで、あります。で、そういったときに、その立法政策として私権の制限を伴う、これを鉄道事業としてですね、どう位置づけていくのか、これについてまさしく検討してもらうために検討会を立ち上げてですね、そして省内においても検討チームを作っているわけでございます。ですから、それを乗り越えるために、私権を制限するために、一体どういうことが課題になっているんですか、その具体的なことを私はお伺いをしているわけであります。道路法はなかなか順用できない、しかし電気事業法ならですね、順用することはできるかもしれない、順用する場合にはですね、こういった課題を乗り越えてやるんだ、そういうところの論点整理はできていると思います。で、その上で先ほど言いましたように、樹木の伐採や移植についてどうするのか、土地の一時使用や立ち入りについてはどうするのか、土砂の流入についてはどうするのか、それぞれ、性質が違うわけですから、それぞれどのような方対応ができるかというのは異なるというのも理解できます。だから私は先ほどの局長の答弁からですね、もっと踏み込んで、そしてもっと具体的に、今の議論の到達度が検討会において、また鉄道局において、一体どこまで達しているのか、何が課題なのか、そういったものをですね、明確にしていただきたいというふうに質問しているわけでございますので、この点についてのご所見をお願いします。水島局長。お答えを申し上げます。私の答弁が至らない点があろうかと思いまして、その点申し上げなく思っておる次第でございますけれども、まず省内の検討会を事実やってたじゃないかということでございますが、省内ではもちろんずっと議論を続けてきたところでございます。ただやはり専門家の方々の知見をお借りして議論する必要があろうということで、昨年の10月来専門家の方々に入ってきていただきまして議論をしております。で、これは明らかにやはり議論のレベルが違います。その道の専門家の方々からしっかりとその知見をいただいて、
議論をするということになると、今まで省内で事務的に議論をしていたのとは、やはり違うレベルの議論が行われるということでございまして、省内で事務的な検討をしていたからといって、十分時間をかけて深い検討ができてないんじゃないのかということかと言われるとですね、そこはやはり専門家の方々の知見とお力を借りて、議論を深めていくというプロセスが、一定期間、時間をかけて丁寧にやっていくということは、どうしても必要なんだろうというふうに思う次第でございます。で、また鉄道局としての議論の到達度はどうなんだというご質問をいただいておるわけでございますけれども、私ども鉄道の側の人間といたしましては、そういった制度ができれば鉄道の防災を事前に行う、あるいは事後の復旧を早期に行うという意味では非常にありがたい制度だというふうに思いますが、現在は先ほど来申し上げましたように法律上鉄道施設と道路や電気通信用の施設との位置づけが違うということを理由にして現在の制度ではこの臨時の立ち入りについての事業者の権能についても現在の法制度では差が設けられているのではないか、そうしますと現在の法制度を変えると、で新たに私権の制限を設けるということになりますと、これは立法政策の一般論としてはそれだけの緊急性でございますとか必要性でございますとか、そういったことをしっかりお示しをした上で最終的には法案の形にまとめて国会でご審議をいただくということが必要になってくるわけでございます。なので専門家の方々の意見を取りまとめていただくというプロセスと、もう一つ実際の立法政策としてそういう法案を国土交通省として取りまとめてお出しして国会でご審議をお願いするのかといったことについてはまた改めて判断が必要だというふうには思っておりますけれども、専門家の方々の議論のこれまでの深まり具合経緯といたしましては、当然こういう制度があった方がいいねという問題意識でご議論を始めていただくことをお願いしているわけでございますので、先生方からはそういったご議論をたくさん頂戴しているということでございます。平田君。はい、局長、ですからですね、ですからお聞きをしているのは、検討会でですね、提言書案ももう作られているわけですよね、提言書案も。で、それで、専門家から、法的なですね、整備の在り方についてもですね、これ、整理をされているんだろうと思います。ですから、その具体的なですね、中身についてですね、どこまで到達をしているのかというふうなことについてお聞きをしております。ですから、これも繰り返しになりますけれども、ちょっと委員長もちょっと整理していただきたいんですけど、私は先ほどから具体的にですね、樹木のこと、あと土地の一時立ち入りであるとか、使用とかですね、あと土砂のこと、これの法整備のですね、検討会の到達度についてお示しくださいというふうに具体的に聞いておりますので、ぜひとも局長の方からもですね、それぞれについて、検討会についてどういうふうに今、議論を整理しているのかということをお示しいただきたいということを再三質問しているわけでありますので、もうそろそろちょっと具体的にお答えいただければと思います。個別具体的に答えられれば答弁をお願いいたします。水島局長。お答え申し上げます。すみません、何も隠そうとしているわけでは決してございませんので、私は先生のご質問の意図を十分に、理解する力がちょっと足りなかったということで、お許しをいただければということでございます。現在、具体的な状態としてどうなっているかということにつきましては、この検討会の報告書をまとめるという作業に入ってございます。で、これまでの議論の経緯に即しまして、検討会の報告書の中身については、例えば法制度面から検討すべき事項、法制度外に検討すべき事項、その他の事項といったような柱を立てて、それぞれの文言の調整を現在やっておるところでございますけれども、一番ご関心の法制度面から検討すべき事項ということに関しましては、これはさらに項目といたしましては、一つは樹木の伐採などの問題、二つ目は土砂の処分等の問題、3つ目は鉄道用地外への立ち入り、一時使用の問題、それぞれの事項についての取りまとめを行いますとともに、法制度の検討を進めていく際の留意事項などについて復帰をするといったような作業を現在させていただいているところでございます。じゃあもう一度、広田君、
質問お願いします。はい、広田君。はい、ご答弁いただきました。でそれでですね、例えば樹木の伐採とかはですね、電気事業法との関係でどういうふうな整理をされているのか、そして、土地のですね、一時使用立ち入りというふうなことについてはですね、どういった整理ができているのかという、また土砂についてはどうかというところをですね、具体的な到達点について、お聞きをしているわけでございますけれども、なかなか具体的な答弁が、いただけないわけでありますが、基本的には電気事業法等をですね、参考、準拠しながらですね、法整備というものを進めていく、そういった理解でよろしいんでしょうか。水島局長。お答え申し上げます。まずこの検討会の報告の中身について、これは現在取りまとめを行っている最中でございますので、内容が確定していない段階で中身について私の方がご報告を申し上げることができないという、そういうタイミングであるということを申し訳ございませんが、ご理解賜れればというふうに思っております。また法整備の方向なのかというご指摘でございますけれども、当然、検討会そのものはそういった法整備をやる必要があるんではないのかという問題意識で議論を開始しておりますので、先生方の方からも、そういった法制度が、整備されれば望ましいというご議論が、方向感としては出てくるわけでございます。で、ただ、これも繰り返してございますけれども、実際にそういう私権制限を伴う、法律改正をしようと思うのかどうかということになりますと、これは立法政策として本当にそういうことを国民の皆さんにお願いをするのかということのやはり判断を行うということが必要になってこようと思います。でその判断については、まだ十分議論が尽くされていないのではないかというふうに思いますので、今日この場において法整備をする方向なのかというお尋ねをいただきましたけれども、私のこの場における答弁として法整備をする方向ですということをこの場で申し上げることは残念ながらまだできないのではないかというふうに考える次第でございます。広田君。はい、法整備の方向性をなかなか示すことは難しいということでありますが、検討会に諮問してですね、法整備の是非について検討してもらって、出てきた答えが引き続きさらに国土交通省内で検討すべきだというふうな、私はまさか内容にはならないんだろうなというふうに思っております。実際この前道路法のですね、改正案について議論をしました。磁気マーカーなどの整備推進についてあったんですけれども、その時の検討会の提言を見ますとですね、はっきりと法制度や基準などの整備を進めるべきであるというふうにしっかりと方向性を示してるんですよね。やっぱりそうでないと、本当にこれだけ長い間議論して、そして検討してもらったけれども、引き続きですね、具体的な法整備するかどうかは、国土交通省内で検討をしてくださいといった内容になってしまったらですね、一体この間の議論は何だったのかということになってしまいます。ですので、私がぜひお願いしたいのは、そういうふうなさまざまな課題があるということを、今日のやり取りでですね、十分した理解した上で、先ほど三島局長の方から早期に提言 を専門家の方にまとめていただくということでありますので、その時期は一体いつなのか、これについて端的にお答えいただければと思います。水島局長。お答えを申し上げます。繰り返しになってしまいますけれども、この検討会の取りまとめにつきましては、これは本当に早急に行いたいと思っておりますので、そんな数ヶ月もかからないと出てこないというふうなことにならないように、早急に取りまとめをするように努力をしたいと思っております。ただしつこくて申し訳ございませんけれども、実際に立法をお願いするかどうかということになってきますと、これは本当に立法政策ということでございますので、国会審議日程等々との関係で国土交通省としてさまざまな委員会にどのような法案をお願いするのかといった点については、これはさまざまな判断を総合的に行う、優先順位をつけるといったようなことも必要になってくるかというふうに思いますので、実際に法案という形でお願いするかどうかということについては、また別の判断が必要になってくるのではないかということでございます。広田君。
はい、まあ、最後に赤羽大臣の方にお伺いをしたいと思います。まあ、今のこのちょっと議論の やり取りを踏まえていただいて、本当に今年もですね、起きてほしくないんですけれども、豪雨災害が発生して、まあ、同様な問題が生じたらですね、あの時の教訓といったのは一体何だったのかというふうな組織は免れないと考えます。災害は待ってくれません。有識者の皆さんもですね、事業者の皆さん、現場の皆さんもですね、一緒になって一日も早い、まあ、法整備を望んでいるわけでございます。水島局長が言ったように、いろんな課題を乗り越えていかなければならないということは十分に承知しながらもですね、やはりここは次の臨時国会にですね、私は必要な法改正をすべきだというふうに思っておりますし、まあ、そういう意味ではですね、赤羽大臣のリーダーシップに大いに期待するところではございますけれども、最後に大臣のご所見をお伺いしたいと思います。赤羽国土交通大臣。広田委員からこの点、大変私も重要な指摘だというふうに思っております。まず、まあ、日本って狭いですから、こういう地方のローカル線というのはほぼ山のへりを走っていて大変リスクが多い。私自身も神戸市の北区六甲山の裏なんで、神戸電鉄というもうほとんどこういう土地の狭間を走っていてですね、土砂災害が年中起こっている。京丹後鉄道なんかもこの前視察に行きましたが、そうした話がございました。これは全国各地同様だと思います。そのことについてだけではなくて、去年の土砂災害の連続の中で民有地が災害の発生の場合にはどうするのかといったような話とか、それを端緒にもうこの国会でも審議していただきましたが、土地というのは所有権がすごく強かったわけですけど、所有する以上は整備もしなければいけないという、私は新たな概念が導入されたものだというふうに思っております。そうしたことも参考にしながら、一番大事なことはこの本年の出水期、台風到来期にですね、また鉄道沿線で同じようなことが繰り返さないというのが政治の責任だと思っておりますので、まあ、法制度というとちょっと私もちょっとつまびらかじゃありませんけど、法務省とか等々の審議も経ないといけないんではないかと思いますが、いずれにしても具体的な防災対策は講じられるようにですね、積極的にこの危ない時期にまでできる限りのことはするということだけはお約束をさせていただきたいと思います。広田君。はい、ぜひですね、積極的に取り組んでいただければと思います。まあ、その他今日は新型コロナウイルス対策について、今日も田畑長官質問できずに申し訳ありませんでした。また山際審議官もですね、申し訳ございませんでしたけれども、以上で質問を終了したいと思います。どうもありがとうございました。次に伊藤